皆さんこんにちは、かずえちゃんです。今日はね、自分の部屋から動画を撮ってます。今日はね、8月8日なんですけれども、なんと北陸限定、まあ富山、石川、福井、あと新潟限定のアイスクリームがね、今日発売日なので、今日はその動画を皆さんとシェアしたくて、今日はアイスクリーム動画を撮ってます。その発売された北陸限定のアイスクリームというのが、皆さんご存知だと思うんですけれども、じゃん、知ってますか？このルマンド、これ本当に昔からあるお菓子なんですけれども、皆様一度ぐらいは食べたこと、もしくは見たことあると思うんですけれども、このルマンドがアイスクリームを今日発売しました。じゃん、そしてかずえちゃん手に入れてきました、ルマンドです。なんでね、北陸、まあ東京とか、まあ、大都市圏限定なら分かるんですけれども、なんで北陸かなと思って、で、あのブルボンがまずは新潟にあるので、まあ新潟限定っていうのは分かるんですけれども、なぜ北陸限定なのかなと思って、ちょっといろいろと探してたんですけれども、なんとその福井の隣、石川県、まあ、金沢市なんですけれども、金沢市が全国でアイスの消費量が全国1位になってる都市が結構たくさんあるんですね。で、和江ちゃんの住んでる福井も、まあ、全国の2位とか3位ぐらいにアイスの消費量がね結構多いので、まあ分かんないですけれども、それの影響なのかなということで、このルマンド北陸限定のアイス買ってきました。早速かずえちゃんが皆様を代表して食レポをしてみたいと思います。まあなんか見た目はこんな、4つに分けれるようになってて、まあ4人分、まあ4等分できます。ちょっと割ってみます。なんかこんなんですね、バニラアイスで。きっとこう縦にこのルマンドがね入ってるのかなと思います。いただきます。うん、おいしい。うん、うん、おいしいルマンドがちょっと見えますか、この中に1本入ってます。独特のこのルマンドのサクサク感と、あとバニラのアイスクリーム、そしてモナカの感触がすごく、なんていうのかな、マッチしてるというか、すごく美味しいです。うん、うん、うん、幸せ。うん、美味しい、すごく。ちょっとね、開けてみます。バニラアイスがあって、ちょっとその上にチョコレートがコーティングされてます。そしてきっとこのバニラアイスの下にルマンドが入ってます。うん、美味しい。そしてモナカ、モナカアイスを買ってきてルマンドを中に挟めば、きっとこの同じ、なんていうのかな、食感というか感触は味わえる気がします。これはハマります。はい、ということで、今日発売のルマンドを、まあ僕のこのまだまだ下手くそな食レポで皆さんにお伝えできたかわかんないですけれども、まあ美味しかったです。なので皆さん、ぜひ福井に食べに来てください。遊びに来てください。そしてこれをぜひ食べてくださいそれぐらい美味しいです。はい、ということで今日の動画はこれでおしまいです。それでは皆さん、またね。また見てね。バイバイ。